ロンドンはイギリス海軍の90門二等戦列艦。1766年5月24日にチャタム交渉で浸水した。ロンドンは浸水当初、当時の二等艦として標準であった大砲90門を備えていたが、後に5艦班に8門の12本の砲を追加し98門艦となった。この船はチェサピーク湾の海戦で、 トーマス・グレーブス・テ督トクの機関を務めていたことで知られる。また、1782年10月18日の作戦では、フランスの74門艦シピオンに立て刺され激しく損傷し、逃走することになった。ロンドンは1795年のグロワ等の海戦に参加した。その後、スペインの港湾であるフェロルへの失敗に終わった侵攻にも関わった。 1800年8月29日、b 5案で、サミュエル・フット・提督は指揮下の各艦からボートを集め、切り込み隊を編成した。フリゲート艦からは、各の2隻ずつ、ロンドンを含む、戦列艦からは、各4隻ずつ集めたボートの切り込み隊は、ボルドー港に侵入し、15分間の戦闘の末、フランスの死薬船ゲップを捕獲した。この死略船は、 平甲板パンの300トンで161名の乗組員と20門の大砲を装備していた。イギリス切り込み隊との戦闘でフランス市略船は25名を失い、デュパン船長を含む40名が負傷した。イギリス側の損害は戦死4名、負傷23名、行方不明1名だった。1847年に海軍本部は軍令部サービスメダルをこの 1800年8月29日のボート作戦に参加し、存命していた全員に授与した。ロンドンは1801年のコペンハーゲンの海戦にもハイドパーカー提督の予備兵力の一員として参加した。ロンドンは1806年3月13日の作戦でフランスの74門艦マレンゴを捕獲した。1808年には ポルトガル王室のポルトガル本国からブラジルへの逃避を護衛した。この船は1811年に解体された。ありがとうございます。